エースケック。運営で。夫ドストエフスキーの回想より、ドストエフスカヤ。夜は、私は、夫の新しい作品の口実筆記をしたり、フランス語の本を読んだりして過ごした。夫は、私が系統的に読書をして、 一人の作家の作品を勉強し、あれこれ他の作家のものに気を散らさないように、気を配ってくれた。フヨードルミハイロビチは、バルザックとジョルジュサンドを高く買っていたが、私も、少しずつその作品を読み始め、一通り読み終えた。私が読んだものについて、私たちは、散歩の合間によく語り合ったな。夫は、 その優れた点も色々説明してくれた。つい最近起こったことでもすぐに忘れてしまう不ードルミハイロビチがこの好きな二人の作家の小説の筋や主人公の名前をはっきり覚えているのにはびっくりさせられた。夫がいとこベッとその第一部貧しい一族を特に高く買っていたことを私は覚えている。 また、彼自身は、1867年から68年にかけての冬に、ビクトリュー号の有名な、レ・ミゼラブルを読み返した。